はい、2022年令和4年、カノエの虎年大予言大予測大予想をいたします。今回日本と世界の政治と経済の展望について、今回はカノエ虎年の60年サイクルについて解説します。この第2部ですね。第1部はアメリカのことをやりましたが、あれだけでも結構ボリュームあったんですが、これはまあとりあえず置いて日本編後半の方をやらさせていただきたいと思います。前回はアメリカについて話しました。かなり激動の予感ですが、これについてはちょっと一旦右に置いておきましょう。それでちょっと日本は日本でということで、ちょっとまあそれでも世界の話になっていくんですが、ぜひそういう形で見ていただければと思います。まずは一般的に1962年と言われて並ぶ出来事と言いますとね、まあ大体こういう予測になっていくんですよ。ローマオリンピックの開催、皇太子夫妻の長男誕生、有線放送が盛んなる、インサート商品が登場、ダコちゃんが大旅行しましたよね。クレジットカードが誕生して、日本でカラーテレビ、クレームの人と人だかりでみんな見てましたね。に日本初のインスタントコーヒー発売されて、ソニーがトランジスターテレビを発売して、都営第1号線ね、押し上げから浅草橋の間が開業したと。いうわけで、まあ豊かでよってよかったねというレベルの話、まあそれ以上何でもないような話になりますけども、まあ今起きるのかよこの野郎って言いたくなっちゃうんですけどもね。まあおめでて年始からおめでてみたいな話ですかね。うん、まあ中野さんの動画でもね、この程度の動画なんだと思いますがね、このまんま流してたんじゃ未来予測 YouTuber がスタンドイモでございます。私がね、そんなこと言い続けるわけがない。まあ、また言うかもしれませんけど、まあ、とりあえずそれも置いといてということになります。まあ、未来予測 YouTuber の真骨頂でやらさせていただきたいなと思っております。まず、1960年というと、まあ、この辺ぐらいはちょっと言っとこうかなと。中野さんの話を見るまでもなく、テレビ契約者数1000万人になります。これは中野さんの時読み講座のですね、カノエ虎年5虎にありますけれども、現代においては NHK 受信料拠出で N 国党が勃興しております。これをとっても時代背景が異なるなってことぐらいはちょっと分かっていただければと思います。むしろここで重要しなければならないこと、注目すべきことはですね、貿易の自由化がここから始まっていくということになります。1960年、まずは貿易の自由化についてですね、こちらですね、引用させていただきたいと思います。1960年から61年にかけて26カ国が参加して、理論ラウンドが開催され、関税の引き下げ交渉が行われました。一方、1950年代終わりからアメリカを中心に日本の為替輸入統制政策への批判が高まるようになりました。日本政府は1960年に為替貿易自由化大綱を策定し、輸入数量制限の品目数を削減するとともに、関税率の設定、関税化を行いました。このため、国際競争力の高まった産業から順次、輸入を自由化する方針とすることにしました。この方針に沿って、1960年には 41% であった貿易自由化品目率が、1年ごとに 62%、73%、92% と上昇し、大綱策定から4年目には、1964年には 94% まで上昇しました。ただし、自動車に関しては1965年、コンピューターに関しては1970年まで輸入自由化は持ち越しとされました。国、翌1960年には IMF 8カ条国に指定されたことで、従来のような国際収支を理由とした為替輸入制限の撤廃を義務付けられ、また資本自由化をも同時に求められるようになった。これに応える形で1964年には外貨予算制度が廃止され、貿易と為替は原則自由化されることになりました。1964年から1967年にかけての62カ国が参加するケネディラウンドが開催され、関税の引き下げやダンピング防止についての交渉が行われるようになりました。1960年の貿易自由化について、東京大学の岡崎哲司教授,
教授の先生はですね、すなわち原則自由化から原則自由化の、原則非自由化から原則自由化に規制枠組みを転換した点で重要な意味を持ってますとコメントしております。まあこれ重要な、1960年、これが一番重要な意味を持っているということはここでも分かるのではないかなと思っております。1960年、この年からですね、日本は規制枠がなくなり、貿易は原則ですね、自由にやる方向に転換していくことになります。この時、日本は80年代後半からプラザ合意、円高と、この自由化のおかげで、日本から工場は出ていき、ここから日本の空洞化が始まり、今もこれに苦しめられ続けております。では、貿易の自由化はこれからどうなるのか、まず歴史をたどることをしましょう。まずまたこの図を見ていこうかなと思ってます。2022年、ハテナ、1962年、貿易の自由化、1902年、日英同盟、1862年の清と南京条約が結ばれるということで、まずはですね、この一番最初にあった清と南京条約ですね、結ばれるということについて解説をしていきたいと思います。こちらですね。南京条約については概略として、アヘン戦争の結果、1842年、イギリスと清との間に締結された条約、清が香港割譲と五項の開国などを認め、開国した。追加条約を含めて南京条約といい、関税の自主権の喪失、領事裁判権の承認、西洋諸国のみ特恵国待遇という不平等条約であり、中国の反植民地化の一歩になりました。この南京条約を皮切りに、日本も不平等条約を締結させられました。こちらですね、日米修好通商条約です。安政3年7月21日、下田に駐在した初代アメリカ総領事として来日したハリスは、日本との貿易ができるよう通商条約の締結をバックに求めました。孝明天皇からの条約調印の勅許が得られないまま、安政5年6月19日、大老井伊直弼は日米修好通商条約を締結いたしました。また、幕府はアメリカに続いて、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも同様の条約を結び、これを安政の5カ国条約と言います。いずれも関税自主権を欠き、治外法権を認める不平等条約で、後に明治政府が力を入れて 欧米諸国と交渉を行うことになる条約改正の課題になりました。今まで不平等条約を結ばれるまでを見てきました。明治政府はなんとか不平等条約の改正をの交渉をしていくわけです。その結実をしたのが日英同盟でございます。こちらから見ます。日英同盟であるが、背景として、まず1895年日清戦争で清国が日本に敗戦して以降、中国大陸をめぐる情勢は一変した。日本への巨額な賠償金を支払うために、清国政府はロシア帝国とフランスから借金し、その見返りとして露仏両国に清国における有用な権益を付与する羽目になったが、これがきっかけとなり、急速に列強による中国分割が進み、アヘン戦争以来の清国、イギリス一国の反植民地非公式帝国の状態が崩壊したのである。で、ちょっと中略しまして、1899年に入った頃、ロシア帝国主義は満州、北中国全域の支配体制はより盤石なものとなっていた。ロシアがこの地域に関税をかけるのも時間の問題だった。さらに、1900年に起こった義和団の乱に乗じて、ロシアは満州を軍事占領した。ロシアは満州からの撤兵の役職をしたが、なかなか撤退しようとせず、むしろ南の朝鮮半島にも触手を飛ばすようになった。これにイギリスと日本は警戒を強め、両国との間に対ロシアという共通の認識ができた。
外相菰田寿太郎によって日英同盟締結の交渉が進められた。伊藤ももはや日英同盟に反対はせず、1902年の1月30日にロンドン外務省によって日英同盟が締結させた、された。それでこの図ですね。2022年貿易自由化日英同盟、1842年清と南京条約が結ばれる。こことこの辺の、あれですね、流れ全部一緒くたに見ていくと、まずはですね、中国がですね、不平等条約を結ばれて日本も結ばされる。そして日英同盟、平たく言えば中国を占領したドイツやロシアの脅威のために日英同盟が結ばれた。日本はその2年後、日露戦争に勝ち、国際的地位を得て、ようやく条約改定の交渉が始まり、1911年2月11日、日米修好公開条約が結ばれることになった。現代に当てはまると、貿易の自由化で日本は1995年プラザ合意以降、円高でむちゃくちゃになりました。その後、これを都合よく利用したのは中国でありました。そして近年ですね、中国脅威論が叫ばれるようになりました。アメリカを含めヨーロッパ各国は2022年年始においても強固な同盟関係を結んでおります。さらに中国をつまはじきにするための同盟締結に踏み切っていくであろう。そしてそもそも中国は WTO 加盟などで優遇されて、貿易自由化の甘い汁だけのみを吸い、自分にとって都合の悪い人権や国内制度の改革などをやらないでいいとこだけをもらうことを行った。そこが問われてつまはじきってやつですね。それに伴う戦争が確定的ではないが、この条約の取り決めがされて、2年以内に行われると見るべきでありましょう。2年ぐらいと言った方がいいでしょうかね。で、行われる前後というか、これを契機に自由化の見直しが始まっていくことになると思います。最終結論としてはこの程度。2022年、歴史的に日本に与える国際行為のための準備が始まります。それによって長年の懸念が払拭されると思います。2022年をきっかけ、2031年には貿易自由化体制は完全になくなっていく形になります。これが覇権国アメリカにとって弱体化がさらに加速することになります。では、ご清聴ありがとうございます。終わります。